レッドソーンという戦闘の楽しさ、いきます。楽しい、楽しい。はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日は、俺を作り上げたと言っても過言ではないネットゲーム、レッドストーンをやっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まあ、このレッドストーン、僕結構やり込んでて、昔ね。まあ、もうアカウントないんだけど、アカウントが、昔のアカウントでパソコンガードっていうのがあるんだけど、ちょっと消滅しちゃって、なくなっちゃったんですよ。もう要するにログインできなくなっちゃったんですよね。で、まあ、あれなんだけど、今回は、まあ、僕が思い出とかを語りながら、久しぶりに、このレッドストーンをやっていこうかな、っていうような感じの趣旨の動画でございます。もう、まず、曲も違うもんね。なんか、アレンジになってるよね、曲。昔はさ、どん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 、どんどんどろどん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 だったじゃん。やっていきたいと思います。もうサーバーも減ってるね。もう全部わかんないけど、ブリッジヘッドだけはしてるんで、ブリッジヘッドにします。あ、ナッツ、この画面、来たわ。レッドストーン、これ、キャラクター、え？こんなのもある？マスケッティア、アルケミスト。俺がやってたのは、メイドができる、出るギリギリぐらいまでですね。もうみんなだったら結構ネクロマンサーまでとかの人多いんじゃない？レッドストーンやってた人。俺はメイドまでギリギリやってましたね。じゃあ今回は、俺ね、シーフがすげえ好きなんだよね。シーフ好きだから、それにしよう。キャラクターの名前は、よさこい太郎で。これでいきます。キャラクター撮影に成功しました。それじゃあ、行ってみたいと思います。なんか今さ、レッドストーン復帰、ああ、今の画像もナッツ！そう。これは何？え？ミュータントフラワー？聞いたことないアイテムだ。おぉ。トゥルルルルルル。ははははは。ナッツ！ナッツいな、これ。ダリン。え、でも、そうそうそう。こうやってなんかね、そうそうそう。あ、ここだよ。初手ここだったのにな、昔。チュートリアル変わったんですよ。もうこれ、俺がここをやってた頃はあったけど、そうそうそう。こうやってチュートリアルがあって、なんか相手に話してってくださいみたいな、この、チュートリアルをこなしていくと、初めてこう進んでいけるんだけど。あ、出た。ついに戦闘訓練ですよ。このゲーム。このゲーム皆さんちょっと、見せてあげますよ。このレッドストーンという戦闘の楽しさ。いきますよ。レッドソーンという戦闘の楽しさ、いきます。楽しい。楽しい。もう力全振りでいくわ。夏いなぁ、これ。あ、どうなんだろう。昔と比べてさ、そういうのちょっと、昔と比べてなんかちょっと、新しい新規のアイテムとかもらえたりすんのかな。戦闘完了しました。こうやってやるとクエストクリア、レベルアップ。オッケー。これでクエスト完了。で、でも人いっぱいいるじゃん。え、こんなに人いんの？こんなに人いるんだ。すごっ。昔、もっといないと思ってたけど。へー。で、まあレッドストーン、最近のレッドストーン知らない人に言うと、あれ？マップが変わってる！最近のレッドストーン知らない人だわ。え、これで、バフがもらえるんじゃない？どっかでバフがもらえるんだけど、ここだ。マップもあるわ。夏いわ、これ。あー、すごい。転生してる。俺、4次転生までしてたんですよね。4次転生までしてたんだけど、え？でもみんなここにタムロしてんの？すごいな。教会専属魔法師。そうそうそう。こうやっていくと、エイヘイブレイビオを公式でもらえるんだよ。すごくない？エイヘイブレイビーをさ、公式でもらえるんだよ、このゲーム。昔じゃ考えられなかった。あっはっはっは。これメインクエストなんですよね。これメインクエストで最初に必ず止めさせられるから、レッドストーン噂の真実。うわ、変わんねえ。変わんねえ。私はブルネンシティグの8000国会議員、ブロームの秘書であるロング氏です。ゴドムキャン。あるんですよ。こうやってクエストがあって、そのメインクエストを進めていくっていうのが、まあ、レッドストーンなんですけど、うん。まあ、このレッドストーンっていうゲームが、他のゲームと違うのは、あれなんですよね。他のゲームと違うところとしては、このゲームは、よいしょ。クエストメインじゃないんですよね。そう、クエストメインじゃなくて、クエスト以外の部分。
そのクエスト以外の狩りで経験値を稼ぐことが多いんですよ。クエスト進行してレベルをアップさせようみたいなのはあんまりないんですよね。ちょっとポータルスピア引き出しちゃおうか。ゴールド袋引き出して、うん、これ何、このベブルコクーンって、これあのリフレクティングシャードみたいなもんなのかな。なんかミニペットってやつがあるんだよね。すごい、もう全然わからんわ。何これ、冒険開始って、クリーチャーが冒険に行きました。え、なんか遠征、カンコレの遠征みたいなのあるじゃん。カンコレの遠征みたいのできてる、すごっ。まあ、このレッドストーン2ゲームは、まあ、狩りがメインになるんだけど、おっと、みんな知ってる、みんななら知ってる、あそこに行きましょう。よいしょ。みんななら知ってる、地下3階に行きましょうか。地下墓地 B さんはね、懐かしの敵がいるんだけど、あ、そういえば地下墓地 B さんも、変わってますよ。そう。地下墓地 B さんもちょっとマップが変わってて、あー、いいねー。これ、レッドストーンやってるって感じがするぜ。生きてるって気がする。このゲ、これやってるとね、生きてるって感じがするわ。キャンディー SP。そう、こうやっても、持ってたな。ちょ、ダガーどっかに落ちてねえかな。サビ釜。そう。だこうやって討伐を進めてって、レベルを上げてくっていうだけなんですよ。これが MMO よ。これが MMO。最高だね。もうこのさ、戦闘直後はフィールドを移動できませんっていうのももう、もう懐かしいもんな。そう。で、ここで、この途中で行ける扉があるんだけど、この途中で行く扉を叩くと罠が発動するんだよね。よし、トラップが爆発しました。開けて、あれ？鍵がなくなってる。前叩いてたよね。このミイラもなかなかうまいんだよな。覚えてる？このミイラも意外と美味しい。あ、ハノブのさ、ハノブがうまかった気がするんだけど、まあまあ、ちょっと地下墓地、やっぱレッドストーンといえば地下墓地みたいなとこあるからね。そこら辺大事にしていくわ。あれ、なんかお金勝手に拾ってない？え、すごい！お金勝手に拾ってる、このゲーム。すごい！めちゃくちゃやばい！先進的なゲームになってる。昔なんてお金なんて拾わなかったのに。お金拾うようになってるよ、このゲーム。夏。あ、来ました。地下墓地 B さん。昔こんなんじゃなかったでしょ。そう、右下も特に全然違うですよ。ハンディングツインサーベル。なんか見たことない武器がある。そう、こいつは強い。こいつは強いが経験値が欲しい。だが、本当に上手いのはここの、あ、なんか扉。え、昔閉まってたよね。どんな感動だよって感じだけど。でもあるんですよ。この感動が。感動があるわけ。便所を振ります。ちょっとなんか、便所振らないと攻撃当たらんわ。これもしかしたら負けるんじゃねえか。まあまあまあ。オッケー。で、ここから、俺の好きな、ダブスロ振れるかな。ダブスロ。あ、まだ振れない。よし。いや、このね、青ミイラ、このマミーロード、え？まさか、こいつ強いぞ。こいつ強いんだよ。俺いけんの？やばい、激戦だ。やばい、ここまでの激戦は、くそ。あー、強いぞ、こいつ。ちょ、アイテム、ベルトアイテムリロード。こいつに勝ったらかなりの経験値をもらえるはず。ここまでのギリギリの戦い、レッドゾーン楽しいぜ。うえー、 SP がスキルポイント19もらっていく。このだけのゲームです。このだけの、まあ、皆さんここから先はって思うかもしれないけど、レッドストーンってこういうゲームなんですよ。で、こうやっていくと、その装備が増えていくんですよね。そう。ここの装備。この装備をバッチリ極めていくっていうのが、このゲームの楽しいところなんですけど、そうなんですよ。いや、このゲームはね、そこがいいところで、そう、こうやってステータスとかも振りながら、よいしょ。自分の装備とかを整えていくと、なんかどんどん攻撃力とか出るようになる。だからそういう意味ではグラブルだよね。そう、グラブルと、まあ、毛色は似てる。そういう、その部分は。よし。そろそろちょっと俺のさ、ダーティーフィーバーの前のダブルスローイング見せられるんじゃない？ダブルスローイング見せていいですか、皆さんに。これがダブルスローイングです。いきますよ。ダブスロ。よし。これダブスロね。いきます。ダブスロっていうのは、こうやって。ダブルでスローイングするんですよ、なんと。
武器がなんもねえわ。SP もないし。そう。だステータスとかが上がると、ああいうのをこうバチバチ撃てるようになったりとかするんで、まあそういう風にやっていくっつうゲームなんですよね。うん。いやー、そう懐かしいなー。ちょっとレベル上げていい？初期のレベル上げといえば、ハノブ鉱山暴狼の 2F。よし、やってきた。ハノブ高台暴狼。いや、このゲームやっぱキャラ可愛いよな。思うけど。このゲームマジでキャラ可愛い。やっぱレッドストーン、俺初めて、レッドストーン、始めたのが最初のゲームだけどさ、やっぱなんか最初にやっててよかったなって思うもんな、レッドストーンは。キャラが可愛いっすね。そう、ここで俺はレベルを一生上げてた。でもどうなんだろう、今だったらもうクエストとかでさ、レベル上げた、普通にクエストとかでレベル上げた方がいいんかな。よし、ついに。ダーティーフィーバー覚えました。皆さん、俺がこれ大好きだったスキル、ダーティーフィーバー見せますよ。いきますよ、ダーティーフィーバー。すげえ。必要 CP60。CP 足りないね。ちょ、これ、マジか。つれえな。ちょ、レベル上げるわ。これ使わずに。ちょ、見といて。はい。ということで、育成の方をバッチリしてきたんですけれども、まあ、これで結構ダーティーフィーバーがレベル22になったんで、いい感じにダメージも出せるし、CP の方もね、さっきは出せなかったんだけど、まあ、必要 CP60 を超えてるから、まあ、これでしっかりとできるんじゃないかなと。俺が大好きだったダーティーフィーバー、これでバッチリ決めていきたいと思います。いきますよ、ダーティーフィーバー。見てください。よっ。よっ。あれ？そうだ。こうやって、いきますよ。いきますよ。よいしょ。よいしょ。こうやってターゲットを拾って、もうこうやってなんか勝手に寄ってきて攻撃してくる敵がいるんですよ。だからこういう時に、シュコシュコこうやって生きてきたんだよな、俺は。俺はこうやって生きてきたんだよ。懐かしい。もう今の感覚を思い出したわ。あの感覚を、レッドストーンをやっていた時のあの感覚。うん。やっぱね、ということで、まあ、久しぶりのレッドストーンだったんですけれども、こんな感じでやってきたよっていう話でした。まあ、昔と違うなっていうふうに個人的に思ったところの筆頭としてはだけど、昔と比べると SSD 使ってるから俺。SSD 使ってるから、まずロードが早かったよね。この最初のロードがすごい早くてびっくりしたし、おいしょ。そこら辺はなんかすげえなっていう風に、なんかこう今まで昔と違うなっていう風に思ったところを感じましたね。まあ他の部分だったら、でもやっぱいい意味で変わってないところもあるよね。もう人が、サーバーが縮小したからか知らないけど、やっぱり人が意外と多かった。うん。人がまだ多くて、まああれ、安泰とは思わないけど、うん。なんかちょっとレッドストーン、なんかいいなって、雰囲気がいいなっていう風に思いましたね。まあ、やっぱ楽しいですね。これなんかオートで攻撃してくる敵いなかったっけな。でもどうだったっけ、もう忘れちゃったな。よいしょ。よいしょ。ダブスロね。ダブスロ。俺ダブスロ W 派だったわ。こうやって。こうなんですよ。これ懐かしいなぁ。こうやってダブスロー、もうこうやってなんか攻撃しなきゃ反応してこない敵に対してはこうやってダブスロー打って、でもしなんかこう反応、しっかりと反応してくる敵に対しては、俺はダーティーフィーバーで処理をしていたっていう感じかな。ちょっとじゃあ最後にもう一回やろうか。テンプラーみたいな、懐かしいなこのテンプラーみたいな敵。いきますよ。これが、ダーティーフィーバー気持ちいい。ということで、まあ、僕は多分あんまりやらないと思うけど、まあ皆さんもちょっと気になったら触ってみるのも、昔の雰囲気に触れるってのも面白いかもしれません。そんな感じで、レッドストーンやってみたでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。